公式ホームページをご覧の皆様、こんにちは、柳美希です。私は花田由美っていう役なんですけど、元ヤンでギャルでモデルでっていうので、すごい華やかな感じがイメージされて、イメージしてるんですけど、そうですね、でも華やかな中にいろんな悩みとかがあって、いろんな不安とか、そういうところを意識して演じていけたらと思っております。そうですね、亡くなった大好きだった彼氏がスマホで実際に出てきてくれるっていうのを見て、私も大好きだったおじいちゃん出てきてくれないかなとか思ったりとか悩んでる時とかにそういう風に励ましてくれる人とか、そういう人が現れたらいいなってすごい漫画読んでと思いましたなんか嫌なことがあっても人に押し付けたりしないような人に私もなりたいなっていう風に思いました。ですね、私は初舞台、カルフォンが初舞台になるの でしかもその初舞台が鈴木おさむさんの舞台ということで、すごい緊張と不安と、私やっていけるのかなとかあと他の共演する方がすごい豪華な方ばかりなので、ちょっと置いていかれないように必死にしがみついていきたいです、ね、1ヶ月間みっちり稽古して、もう役になりきってやろうっていう気持ちしかないです私もモデルやっていたので、すごい仕事が決まらなかったりとか、そういうなんか自分が不安な時とかもすごい分かるので、そういうところを見てる方がすぐに分かるように、体作りから何からして役作りをして、一生懸命楽しませたいなと思っているので劇場に足を運んでいただけたら嬉しいです。カルフォンは2018年10月4日より全国7都市で上映いたします。ぜひ近くの劇場までお越しください。お待ちしてます。